皆様お疲れ様です。小田急タイムです。三笠公園です。東郷元帥のブロンズ像。東郷像の背後には大日本帝国海軍の戦艦三笠。1905年の三笠。1923年に除籍、現在記念館として保存されています。1950年代の三笠。1967年の三笠です。現在修繕工事が行われています。こちらは2020年改修工事前の映像です。
館内には貴重な資料などが展示されています。